はい、どうも皆さんこんにちは、中の人です。今日はね、この方たちやね、はい、この人たちです。この人たちは鉄コレ、第28弾だかで売られてました青い森 701K でございます。はい、では青い森701の方から、JR 時代はクハ701のクモハ701の方ですねを見ていきたいと思います。はい、お顔はですね、はい、ホロのパーツは私がつけました。こっちがいわゆる青森側にね連結される車両になります。で、カプラーは、はい、こんな、ここは JC25 とミックスの製品をつけております。で、この製品、うおって思ったのが、これ、まあ、知らない人もいるかもしれないですけど、あれですよ、発電ブレーキ用の抵抗器です。これが残されてる時のね、姿が再現されております。で、ユニットクーラー、そしてパンタグラフ。パンタグラフはもともと固定式のものがついておりましたけど、あのプラのやつね。今はね、このトミックスの PS101 に交換してあります。で、床下はですね、こんな風に。床下パーツを、まあ、こいつらですね。こいつらを移植してつけております。いや、でも、これ、鉄コレだって言わなかったら多分わかんないくらい結構よくできてますよ。まあ、この辺ホロないですけど。で、カプラーはですね、おなじみの加藤カプラーに交換してあります。こっちの方がジャパセンついてていいなーって思ったので、すごくよくできてます。実はこれ、中古で。ポポンデッタにて、1両1400円くらいでね、購入しました。というわけで、はい、こちら、2つ目ですね。こっちが、青い森700-1。JR だと、クハ700っていう方ですね。はい、こっちのお顔は、ホロがついていないお顔ですね。で、カプラーも JC25 に交換してあります。で、ちょっとね、側面から見てみると、ちょっと床下のパーツがね、中古なので欠品しておりますが、もともとクハの方は、床下のパーツ少ないので、まあいいかなというふうに思っております。はい、上、ちゃんとユニットクーラーの再現もあります。はい。で、この銀色の車輪はですね、トミックスの TT03 を履いております。動力ユニットの方はね、TM14 でございます。で、カプラーもですね、こちらも加藤カプラーになっております。ね、あとはこのステンレス車体のこのギラッとした感じもね、はい、こっちもギラッとやりますけど、ね、非常によくできてるんじゃないかなというふうに思います。このね、前の青い森鉄道とかって、書いてるところとかも、よくできてるんじゃないかなというふうに思います。ということでね、軽く走らせてみましたのでご覧ください。はい、走らせてみたのをご覧いただきました。いかがだったでしょうか。まあちょっと音するかなーって感じはしますけど、まあ N ゲージですしね、動力ユニットもそんなお高いものではないので、まあそういう感じかなというふうにも思いますけど、車両自体はとてもよくできていていいんじゃないかなというふうに思っております。まあ中古でね、JR 東日本の方の701系もたまに売られていますので、そっちも導入して一緒に連結して走らせたら面白いんじゃないかなというふうに思っております。ということで今回は
ットミックス鉄道コレクション第28弾だったかなの青い森 701K の紹介でございました。うち 701K が一番数多いです。2編成4両おります。まあ、なのでこのままね 701K どんどん増やしていきたいなというふうに思っております。ありがとうございました。